はい、どうも、こんにちは。今回ね、じゃあ、殺人探偵ジャック・ザ・リッパー続きからやっていこうかなと思います。で、前回は、もうとりあえず2章が終わっ、じゃあ2章が始まった後から始めたんだけど、その、なんか先生っていうか、ローリーが過去お世話になった家庭教師の人とのエピソードはね、ちょっと垣間見た感じだったな。それ以外は特になかったわ。ローリーと、あいつローリーだっけな、ローリー、あのマフィアのやつと、それが昔お世話になってた、家庭教師の先生とのやりとりが前回、ほぼ全てだった。でも今回から多分またアーサー氏になるから、まあちょっとやっていこうかなと思うわ。以前、連続強盗殺人事件を解決してからというもの、アーサーのもとに人の命に関わるような重大な事件が持ち込まれることはなかった。もちろんそれはロンドンが平和である証であり、喜ばしいことではあるが、アーサーとしてはウォルターの言うことも一理あると考えていた。とはいえ、普通の探偵の仕事じゃ、ウォルター先生の言ってたような条件を満たすことはできないからな。違いねえ。そもそも、そんなことで本当に俺を消し去るなんてできるのかねできんじゃないの？どうしてお前が乗り気なんだ？お前を消し去るための方法の話なんだぞ。なに、最近は面白い事件に合わないからな。紅茶も好みの味にできねえし、そんなことでも考えてねえと退屈で死にそうなんだよ。まあ、そっか、そういうところもまた差が出るよな。ね、なんかいろいろ突っ込みたい人と、別に突っ込まなくていいなら突っ込みたくないみたいな人がさ、やっぱ一緒にいるとさ、それもまた意見がね。すでに死んでるだろうが、ジャック・ザ・リッパーめ。それに、お前が望むような事件が起きないのは平和の証。喜ばしいことじゃないか。んだよ。俺を消すためにちょうどいいとか考えてたんじゃねえのかよ。ロンドンが平和なのはいいことだ。お前の件については二の次だ。まあでもいいじゃん。まあなんか最近ようやっとさ、割と仲良くなってきたんだからさ、もうよくない？ 割とね、割とこれぐらいだったらまだね、ストレスはやばそうだけどさ。言いながらアーサーは再び紅茶に口をつけようとするが、またしてもジャックによって阻まれた。ジャックの意思がアーサーの体を操ったのだ。つうかお前さんよ、話そらしてさらっと紅茶飲もうとしてんじゃねえぞ。くそ。突然アーサーの体が勝手に動き出した。割烹を着、立ち上がると部屋の中を歩き出す。すごいな、音楽がポップだな。ジャックに操られた彼の体はある方向に向かっていた。それは来客用に出す紅茶の砂糖とミルクがしまわれている棚の方角だった。ジャックが髪の元を狙っているのは明らかだった。おい、人の体を勝手に お前の好きにはさせないぞ。さ、こういうポップなパート、俺、あんまり俺、あれだよ。楽しめないけど、ごめんね。先に言っとくけど。アーサーはその動きを気合で制する。少しでも気を抜くとジャックによって砂糖とミルクまみれの液体を飲むことになってしまう。それだけは断固阻止する必要があった。これは今日の紅茶をかけた男たちによる神聖なデュエルであった。ごめん、ちょ、俺がさ、俺結構さ、ちょ、冷めてるからさ、ごめん、笑えねえわ。アーサーとジャック、互いの意思が相反する呼吸を肉体に命じるため、体がガクガクと右往左往し、事務所を歩き回る。邪魔するんじゃねえよ、ヘボ探偵。誰のおかげで事件を解決できたと思ってんだ。なんだと？探偵の仕事に殺人鬼の出番なんてこれっぽっちもないだろう。まあでも生き延びられてるのはこいつのおかげだよ、アーサアーサー。突然ですまないが、頼みが。あ。言ったな、この野郎。俺がいなけりゃお前は路地に這いつくばってただろう。すもっげえと危ないや命つのになるわ。恩人を敬え、平和ボケ探偵。独り言でめちゃくちゃ叫んでるやつになっちゃうじゃん。すげえ危ないやつじゃん。100歩譲ってそうだとして、何でもわがままが許されると思うな。このバカ舌。喧嘩すんな。バカ舌だと？てめえこそ紅茶ばっか飲んで暇つぶしてるって分かってんぞ。事務所にはかんこどりが鳴いてるぜ。依頼がないのが平和な証って言っているだろう。この。
何してるんだ君は。そうね、一人で切れてるだけだからな、壁に向かって。ローリー、そのこれは、まあ、演劇の練習ですから。演劇の練習ですよ。演劇の練習を今やってただけですから。事務所を訪ねてきたローリーから何かかわいそうなものを見るような目を向けられ、アーサーは慌てて佇まいを直す。アーサーがジャックの支配に抵抗して砂糖とミルクの元に行く、行かないを繰り返していたため、旗から見ると滑稽な踊りに見えてしまうのだった。これはだな、うん、新しい紅茶の飲み方を開拓しようと思って。カップをひっくり返したらどうするつもりなんだ、うん、いいからさっさと席に着きたまえ。まあ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 、ごもっとも。こうなったらジャック・ザ・リッパー暴れないんだな。紅茶を飲みながら大騒ぎするなんて、仮にも英国に生まれた身として恥ずかしくないのか。ローリーはなおも説教を垂れながら来客用の砂糖に手をつける。その様子をジャックが羨ましそうに覗いていた。ごめんごめん。それで今日はどういう用件だい。ゴンザレスたちがいないってことは暇だから遊びに来たとか。でもこういう時にさ、でもリッパー邪魔しないって結構お利口さんだと思うんだけど。そうじゃない、うん、ちゃんとした依頼だよ。何？改めてアーサーに向き直り、ローリーは依頼について切り出した。テーブルの向こうに座るアーサーに一枚の写真を差し出す。先生ん？おそらくはファミリーの構成員たちを写したものだろう。昔の写真だが、ローリーと思うおぼわしき少女の姿もある。あ、もうファミリー専属の家庭教師みたいな感じなんだ。そして男児、女児たちに囲まれて微笑んでいるのは、キリリとした顔立ちの妙齢の女性だった。ミシェル・マージョリー・ウィリアムズ、うん、この女性の素行調査を依頼したい。期限は2週間。了解っす。ほう、なかなか美人じゃねえか、うん、色気のねえマフィアの小娘とは大違いだ。あ、色気はねえわな。写真を覗き込んだジャックがニヤニヤと笑みを浮かべる。というかこれ何年前の写真だ。うん、小娘が本当に小娘じゃねえか。今と違って可愛げのある顔してやがる。まあまあ可愛げはあるな。写真を見て楽しそうに毒を吐き始める。ジャックの視線を遮るようにアーサーはローリーに向き直った。珍しい依頼だね。彼女どうかしたのか。何、うん、お前知ってるけど。組織参加の金貸しに多額の借金があるんだ。うん、貸した金額が大きくなってきているからな、調べた方がいいかと。ローリー、それだけじゃないだろう。ああ、貢いでんのかな、教会に。まあ、教会かっこ仮に。どういう意味だ。借金が焦げつく客はいくらでもいる。うん。たったそれだけの理由で、君がこんな依頼をしてくるはずがないだろう。鋭いね。それに、どうしてゴンザレスたちがいないんだ。鋭いね。この内容は明らかに組織に関することだ。にもかかわらず。彼らを連れてきていない。切れてんね今日は。普通に組織としての依頼をしたいわけじゃないんだろう、ローリー。鋭いわ。それはそのああ別に何かを疑ってるわけじゃない。言いたくないことだってあるだろうし、無理に話さなくてもいい。鼻白んだローリーに対してアーサーは気にしていないと手を振った。依頼の事情は様々であり、詳細を話さないことも多い。探偵の仕事はあくまで依頼された事柄の調査で、情報をどう扱うかは依頼人次第だとアーサーは考えている。ただ今回に関してはローリーが普段は絶対に取らないであろう行動をとっていることが気がかりだった。何か困ったことがあるなら力になりたいと思っての申し出だ。もちろん宣言した通り無理に聞き出すつもりはない。ローリーがアーサーの助けを必要としていないのなら、あくまで探偵として振る舞うつもりだった。いいよ、正直に話そう。うん。ミス・ウィリアムズ、いや、ミシェル先生は僕のガバネスだった人なんだ。まあ写真見ればわかるけどな。なんか昔あったんだなってわかるけどな。へえ、ガバネス、なるほど、確かにそんな雰囲気だぜ。うん、俺もそう思った。知的で教養があって世の中に疲れてる顔だが、マフィアの娘の家庭教師だと戦闘術をたしなむようには見えねえな。まあまあレディーとしてね。もともとはうちの戦闘員の娘だった。え、そうなの。父親が高層で死んでしまい、うん、母親もいつの間にか消えた。置き去りにされたところを
ファミリーに育てられた女性だ。そうなんだ。先生、物覚えが良くて賢かったんで、うん、何かの役に立つだろうとお父様が無理やり学校に通わせたらしい。結局組織の司女のガバネス兼世話係になったんだがな。僕も彼女の世話になった、うん、読み書き、算術、人の上に立つ人間の心構え、バイオリンにピアノ、彼女にはあらゆることを教わった。先生すごいな。ただのガバネスじゃない、うん、僕にとっては姉か母のような存在だ。その彼女が困窮しているなら助けたい、そう思ってる。いい子だなお前。だったら、別に僕を使う必要はないんじゃないかな。ファミリーで生活の援助をするなり、借金をなくすなり。まあもともとそうすればよかったなんて話だよな。残念ながらそれはできない。できないんですか。ファミリーの掟で関係者の金の横取りはできない。うん。ゴッドスピードユニオンファミリーは彼女を助けない、うん、金を取り立てるだけだ。めんどくせえな。めんどくせえけど、まあそういうことしないとダメか。ミシェル先生はそれを分かってる、うん、だから僕を頼ってこないだろう。まずは現状を知りたいんだ。うん、なるほど、分かった。受けよう。他ならぬお嬢さんの頼みだからね。なるほどね。いいのかよ。人助けっちゃ人助けだが、特に俺を消すのに寄与しそうにはないぜ。いいよ。今までいろいろと世話になった恩返しになればいいけど。まあね、いろいろさんあったからね。お優しい子って当然だな。当然だなって力強いな。ローリーはそう言い切った後、恥ずかしそうに付け加えた。でも助かる、うん、ありがとう。アーサー、ちょっと頬染まってないですか。頬が若干、頬がどこ見てんのお前。目そらしてるけどどこ見てんのお前。いいって、うん、それよりお嬢さん、お茶のおかわりはいかがですか。紳士だなお前。その接し方紳士だな。まあ紳士かめんどくさい親父かどっちかだな。ああぜひいただこう。しかし受けてくれてよかったよ。断りでもしたら、うん、今までの恩がどうのと詰め寄るか、仕事を紹介しないようにして締め上げるところだった、うん、そのこれからもよろしく。ヒューイット探偵事務所どうぞごひいきに。まあ金はくれそうだからな。金はいっぱいくれそうだからな。依頼量がすごそうだもんな。冗談だよ。だけど、うん、期待してるんだ、うん、よろしく頼んだよ。任せてくださいよ。湯気の向こうでローリーはほっとしたような笑顔を浮かべた。なんか欲しいね展開が。ちょ今んとこまずっとなんか会話を見てるだけだからさ。あんまり面白くないんだよな。アーサーによるミシェルの素行調査が始まった。まず彼女の普段の生活の状況や暮らしぶりについて探りを入れていく。どうもありがとうございました。見つけんの早。すご。市場で買い物をしているミシェルをアーサーは建物の陰からそっと観察しつつ尾行を行っていた。妙だな。見つけるの早すぎるだろう。何が？借金してるのに買い物してることか。ローリーの話では、随分と借金があるようだけど、ここ数日観察している限り、彼女の金遣いは荒くない、むしろかなりつつましやかだ。だから絶対そうだって。教会かっこ仮に貢いでんだって、多分騙されて。確かにな、だが何かしら理由があるはずだ、だからこそ小娘は依頼をしたんだろう。まあまあまあ、おい、あいつ移動するみたいだぜ。移動はするわ。移動はするだろう。そんな市場にずっととどまってないだろう。分かった、アーサーは相手を見失わない程度には近く、けれど決して歩調を早めることはなく、さりげない動作でミシェルの背中を追いかける。これどうなんだろうね、尾行ってどうなんだろうね。やったことないんだけど、めちゃくちゃむずそうじゃない。やば、教会じゃん。ミシェルがとある建物に入ったことを確認したアーサーは、眼前の建造物を見上げ、息を呑む。ただ、あれだね、なんか、暗すぎん雰囲気。ちょっとさ、木は枯れてるし、空は曇ってるし、全体的に暗いんだけど、もう絶対怪しいじゃん。特別大きいわけではないが、歴史を感じさせる重厚な作り、そこには宗教的な建物、教会のいわゆる礼拝堂であった。これあれかな、第二章の最初にあったあれかな、ねえ、あのソシャゲのキャラみたいなやつがなんか歌ってたあれかな。
しかしアーサーが見たこともないシンボルが建物の正面に書かれている。あの花のやつ、ただの教会ではないな。なんだろう、宗教的ではあるけど。あ、あれ、あのマークか。あのだから紙あれだね、あの扉の上にあるやつ、あれか。あの先生が持ってた紙のマークね。それを調べるのがお前さんの仕事だろう。普通にお祈りしてるだけかもしれねえけどな。こういうところの調査怖いよな。だってさ、潜入したら潜入したりさ、なんかさ、また洗脳作業始まりそうじゃん。で、どうだ、お前さんから見て怪しいところはあるか。あの宗教的なものは全部怪しさはあるからな。そうだな。何、まばらに人がより時折に馬車が出入りするのみ。しばらくの間周囲を伺ってみた朝だったが、教官の周囲に怪しげな様子は確認できなかった。朝、何、来んなよ、バレるだろう。あ、てかあれか、警察かローリーかと思った今。呼びかけられたアーサーが振り返ると、通りの向こうより満面の笑みを浮かべたシャーロットが駆け寄ってくる姿が見えた。シャーロット刑事、しばらくぶりです。仲良くなってんじゃねえよお前。アーサーって呼ばれる仲じゃなかっただろお前そんな道を挟んでアーサーって呼ばれるほどじゃなかったのにな。お久しぶりです。お元気でしたか。仲いいな。もちろん。調子はどうですか。確かに腹刺されたもんな。いつぞやはご迷惑をおかけしました。もう大丈夫です。どんぐらい経ってんだろうねこれ期間。シャーロットは微笑み小さく礼をした。言葉通り経過はすでに言え、会長の様子だった。あ、そういえば伝えていませんでした。私のことは単にシャーロットと呼んでください急に詰めるな。親しい友人や先輩にはそう呼ばれます。いや、親しい友人や先輩に呼ばれるのを俺呼んでいいの。めっちゃ詰めてくんじゃんお前仲良くなりたいって言ってるようなもんじゃん。わかりました。じゃあこれからはシャーロットと。よろしくお願いします。真面目だからあれだな、真面目だから全然そういう気配ないよな真面目すぎて。ニコニコと満面の笑み浮かべるシャーロット、いつかの剣のある表情はすっかり鳴りを潜めている。この父兄何かに似てるな。ほらあれだ、ご機嫌な犬だ。バンバン。失礼だけど分からなくもないな。まあ分からなくはないね。どうやらお前さんを友達認定してるっぽいぜ。きっと一緒に殺人鬼に襲われた仲間だろうな。確かに友達認定してるかは否めないわまあ彼女とはしばらく一緒に行動したし、いろいろなことがあったからね。急激なシャーロットの距離の詰め方に若干面食らっていたアーサーだったが、まあそうだよね、やっぱ急激だもんな。やや納得した面持ちで向き直る。ところでアーサー、このようなところで何を？この教会へ用事でも。またバレるな調査内容が。おいシャーロット、どうした急に走り出して。確かにお前仕事しろよな。おいシャーロット。道路の向かい側から馬車を避けながら渡ってきたハリーがアーサーの姿を見て顔をしかめた。お前どこかで見かけたような面だな。どこかでって僕のこと覚えてないんですか。ロンドン式の取り調べ室で一文着あった間柄なのだが、ハリーは顔を覚えていないと断じる。当の朝としては少しばかり不快だった。大成しなさそうな貧相な面だからな。お前みたいなやつは毎日書で嫌ほど見てるぜ。どこの馬の骨だ。確かに大成しなさそうな顔ではあるかもなハリー先輩、彼は探偵のアーサー・ヒューイットですよ。ほらエドガー警部のご子息の。すごいなお前、シャーロットめちゃくちゃ俺の味方になってんじゃん。ああエドガー警部の、思い出した、確か間違って捕まったトロイ探偵が、で今日は何をしでかしたんだ。万引きか徘徊か。間違って捕まえたのはあなたたちじゃないですか。僕は今日も何もしていませんよ今日も何もしてない。ああまあまあまあ、心外なんですが。悪いことね、悪いこと何もしてないってことね。とろいのは事実だろう。優柔不断というか決断が甘いというか。まあそれは若干感じるよね、ちょくちょく。うるさいぞ、お前はどっちの味方なんだ。怖い怖い。だが今睨むならこの警官にしとけよ。そうだそうだ。ジャックを軽く睨むとアーサーはシャーロットとハリーへ視線を戻す。
前回の事件で和解したシャーロットとは異なり、ハリーは相変わらず不審者を見る目を変えなかった。そんな態度への反感からアーサーは少々機嫌を損ねていた。それで、うん、お前はこんなところで何してんだ。教えられねえよ。こんなところって、うん、ここは市街で僕は市民ですよ。うんうんうん、どこにいようがあなたに報告する必要はないと思いますが。でも警察なんだよな相手警察だからな。そういうわけにはいかねえ。うん、俺らは一応警ら中でな。うん、妙な奴がいたら事情を聞いておかねえとな。職務質問だっけ。職質ってやつだよな仕事ですよ。それから人のことをまた不審者扱いしてませんか。そうだ。今日はどういう依頼だ。うん、またどこぞのお嬢様の依頼でも受けてんじゃねえのかな。シャーロットが引いてるよ顔を。めちゃくちゃ引いてるけど大丈夫。誰のことを言ってるのか分かりませんが、うん、依頼内容はおいそれと口には出せません。うん、そうプライバシー。そうかい。うん、警部の息子だからって調子に乗るんじゃねえぞ。うん、親の七光でどうにかなるほど事件ってのは甘くねえ。うん、一般市民はおとなしくしてろ。んだとこら、おい、舐めてんじゃねえぞクソがよ。お前仕事しろよな。お前も。ずいとハリーはアーサーに顔を近づける視線で射抜き睨みながら告げた。僕は僕ですよ。うん、仕事にエドガー警部は関係ないはずですが。あれだろ、お前が仕事で手から上げられないからこういうことに噛みついてんだろ。おや七光っつって噛みついてるだけだろ。お前が成果出してないからそうやって噛みつくんだよ。成果出してないやつと噛みつくんだからさ。おい聞いてるか。おい、あのちょっと二人とも。ああそうだそうです。なんだとこら。おいハリー先輩、今回の捜査、うん、このアーサーに依頼しましょう。それ最悪の案だよな。バカじゃねえの。依頼。あのなシャーロット、うん、俺が外部へ捜査を委託しようとするとなんだかんだとチャチャを入れるくせに、うん、このおさんくさいやつに頼むだと。うん、ハリー先輩、それは違います。先輩が依頼しようとするのは怪しげな人たちですが、アーサーは本職の探偵です。2対1になったぞ。また俺が関わるのは情報屋ってやつだ。うん、探偵だって十二分に怪しげなやつじゃねえか。確かに。何が違うっていうんだ。それは正しいぞ。全然違います。うん、探偵は職業として社会に認められた身分ですよ。うん、ある意味警察官と同じです。もうアーサーの信者じゃんこいつアーサーのファンなんだけど、こいつすげえ守ってくれるんだけど。勘弁してくれよ。うん、警察官と探偵を一緒くたにするなんて、うん、お前本当に刑事か。まあそれは確かに。あのシャーロット、何の話。あ、依頼内容。ハリー先輩が怪しい人たちを使って情報を集めようとしてるんです。依頼内容教えてくれや。あのなシャーロット、うん、お前がそういう固いこと言い出して情報屋を使うことを拒否するから捜査が進まねえんだよ。まあでもどうなんだろう、警察ってそういうやっぱ使ってんのかな、情報屋ってやつを。ですからそれは、うん、ハリー先輩が裏金を渡したり便宜を図ることを約束したりするからです。うん、それでは汚職をするという議員と同じです。あ、そっか、そういう話だったっけ。捜査内容かぶんないんだけど全然。たとえ汚い手を使おうと、うん、捜査が進めばいいだろう。素早く目的を達成することこそ犯罪の阻止につながる大事の前の障子ってやつだ。それバレたらやばいんだって。裏金がバレたらやばいんだって、警察の面目が。それは理屈ではありますが納得できません。うん、悪を正すために悪をなすのは本末転倒です。それではいつまで経っても悪は。どうしようかな、時間がまあまあいってるなどこで終わるんだこのパターンだと。教会に単独調査になるのかなこれ。どこで終わるか分かんねえな、読めねえな。僕の目の前で喧嘩されても困るんですけど。もうちょい待ってみるか。おっと、そうだったな。うん、いてもいなくても同じだから忘れてた。めっちゃ皮肉言うじゃんお前。皮肉っていうかめちゃくちゃなんかあれだね嫌味なこと言うよなこいつ。ぶっ飛ばしたからおいこいつねえシャーロット、話中悪いんだけど、今は僕とある依頼の対応で手一杯でね。うん、警察の捜査に協力できる余力はないんだ。まあまあ結構でかいからね、尾行も。そうなんですか。うん、残念です。まあ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 、それが賢明だな。そもそも探偵なんぞに頼める仕事なんて
猫か犬探しくらいなもん。どうしよっかな、このゲームなんかパッて終わんねえからな、ダラダラ喋っちゃうから、ちょっとここら辺一旦切っていいかな。もうちょい行けば多分教会の中に入ると思うんだけど、まあ、ちょっとね、多分ダラダラ喋る可能性もあるから、ちょっとここら辺一旦切るわ。じゃあ、あとした。